君と言われた家光がにわかに講じて、将軍は四代家綱の治世となっていた。しかし陽君家綱はわずか5歳。それを政権の座に送り出さねばならぬ聖母お楽はもとより、大奥の不安はひとしおであった。上様おなーりー。上様にはご機嫌麗しく執着至極に存じまする。三代様お隠れ召されてよりすでに1月、新将軍家の御祭りごとも今や盤石、いささかの揺るぎもござりませぬ。されど徳川家のご意向を未来永劫に守り継ぐためには、この時期にこそ堅固なる体制を築かねばなりません。よってこの度幕閣諸役の人事を一新いたすことに相なりました。まずは新将軍家補佐役には三代様の弟君でもあられる星名正幸殿、次に幕閣の中枢たる老中職には筆頭に堀田政盛、自責に酒井忠清並びに安倍重次以下6名をもって構成することに相なりました。もとよりこの三国も不祥ながら御三家として、尾張殿紀伊殿と力を合わせ、今までに倍して新将軍家をお守りいたす覚悟でござりますれば、大船に乗った気持ちで全てを我ら一同にお任せくださりまするよう。それがし、亡き上様より格別なる恩光を賜ったみ、新将軍家に対し奉り、先君に変わらぬご奉公を申し上げる覚悟。それがしとて、身命を投げ打ってでも徳川家の御ために。我が酒井家は東照神君以来の旧臣、徳川家の忠誠には一点の曇りもございません。古来陽君が立てば政権を狙って必ず政変が巻き起こる。四代将軍を迎えて幕府の新体制は確立したが、御三家はじめ幕閣重臣たちの間にもそれぞれの思惑を胸に、疑心暗鬼の緊迫した空気がみなぎっていた。八丁堀の旦那がどうかしたんだって。うん、そうなんだけどね。ほら、あのほら、平野神宮弁のやつがさ、うん、十手ひけらかしてねち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 。おめちゃん追っかけるだろ。おうて。
おめちゃんが逃げるだろう。だけど考えてみやすな、女おめちゃんだけじゃないんだよ。ちょっといっぱいいるの。これ変な。ちょっと待って。彼じゃない。ちょっと行ってくれ。ちょっと。どこ行ってんのよ。下行くのかい。ダメだよ。将棋も下手で喧嘩もやくちゃ。歯が立たないよ。自信はねえけどさ。生まれたのか心配だから。ちょっと行ってくれ。ちょっと。ハンさん。危ないよ。見て。おとなしく言うこと聞くんだ。ハンさん。旦那。八丁堀の旦那。お梅に何ぞ早々でも。誰だってめえはここの亭主でございます。何があったか存じませんが勘弁してやってくんなさい。この通りでございます。亭主か。俺に盾ついたら商売ができなくなるんだぞ。頭下げて済むと思ったら大間違いだぞ。めっそうもございません。さしょうでございますがこれにてご勘弁を。だ梅ちゃん、よし、今日のところは許してやる。帰った。やったやった。あんな八丁堀の銃ってやるなんさ、思い切って叩き切ってやればよかったんでさ。それをペコペコを浴びて、おまけにお祈りまで持たして、あれって何ですかい。登録、しょうがねえだろ、俺は湯屋の亭主なんだから。頭、一体こんなことをいつまで続ける気ですかい。家康公から8000石前頂戴した服部家の三代目なんて。俺はもう嫌だ。三代将軍が死んで天下が乱れるのが目に見えてるってのに、今こそ仲間を呼び集め服部家の再興のために立ち上がる時じゃないんですかい。兵六、俺は服部家の再興など考えちゃいねえんだ。え？幕に抱えられたところで仙台の時のようにどうせまた利用され、あとは冷たく捨てられるのが落ちよう。同じ鉄は踏まねえ。頭、それじゃ何のために。そうか、徳川の天下をひっくり返すつもりで。もしね、そうなりゃおとり潰しになって腹を切った二代目の恨みを晴らせる。早まるな。徳川の天下をひっくり返したところでどうなる。俺たちが代わって天下を握れるか。影はあくまでも影、光にはなれる。それが定めよ。だから俺は影として自由に生きたい。そして徳川の天下を影から操ってやる。親父、俺の命の行く末しかと見届けてくれ。そのうち必ずどでかい異変が起こる。くせ者は、残念ながら取り逃しました。そうか。これでは何者の仕業かわからん。殿。ただいま老中堀田様のご家中より下級の使いが、堀田様には全国邸内に潜入した忍びの者と思われる刺客に襲われ、会えないご最後。何？
おそらく殿を狙った者どもと同じ輩の仕業と心得ますが、いかがお取り計らいを。うん、断じてことを表沙汰にしてはならん。堀田殿は亡き三代様への殉死として処置するのじゃ。しかし首が。首がどうした。堀田様の首が邸内より奪い去られた由にございまする。何。これはまさしく伊賀の忍び服部半蔵一門の仕業に相違ございません。半蔵門は初代服部が江戸城修築の折縄張りいたしたゆえ、伊賀者にとってはその象徴とも言うべき場所にございます。そこに生首を晒すなどとは明らかに服部一門のみがなしうること。かつては我ら甲賀衆をしのぐ栄光の座にありながら、先代が改易されており江戸市中のどこぞに埋もれ惨めな姿を晒している伊賀者どもの恨みの所業と断じて間違いございますまい。その頭は三代目服部半蔵。服部半蔵。さよう。してその方、それなる一味の隠れ家を存じおると申すか。いや、キャツラム忍びゆえ容易には姿を現しません。だが二三手がかりをつかんでおりますれば、何とぞ我ら甲賀組お庭番にお任せください。数日中に必ずやことの決着をつけてお目にかけます。伊賀者の頭服部半蔵を捕らえると申すのか。いかにも。噂によれば半蔵はただの忍びではないと聞き及んでおるが。それがしも甲賀衆の棟梁にございます。くそー、初代の気づいた半蔵も血で怪我しやがって。頭、一体これは何者の仕業でしょう。わからん。しかし奴らはしくじりはしたが、陽君後見役の星名様の命まで狙ったそうです。一夜のうちにこれほどのことをしでかすからにはよほどの手だれの忍びに違いないです。与六、仲間に連絡を取れ。そうこなくちゃ。慌てるな。俺たちは公儀から暗殺一味の疑いをかけられておる。目立った行動は慎むように、そう伝えるんだ。頭服部半蔵ねぐらはどこだ。どこなんだ。棟梁、何か。お前たち先に行け。誰だ。甲賀組頭皆口喜三太。何者だ。俺だ。この声を忘れたか。貴様、服部半蔵だな。どこだ。出てこい。いいからそのまままっすぐに歩くのだ。行け。
そこで止まれ。皆口、なぜに我らの仲間を殺した？伊賀も甲賀も遡れば源は一つ。どうして我らを宿敵として付け狙うのだ？とぼけるな半蔵。ご公儀を逆恨みして堀田を殺し、星名まで襲った野良犬の所業、許すわけにはいかぬ。甲賀の目は節穴か。見当違いもほどほどにしろ。徳川家に弓引く者は斬る。よいか、これは攘夷だ。戦国の世を陰で操る忍びの魂はどこへ行った？餌にありつくために権力の前に尻尾を振る身となったのか。甲賀は幕府の飼い犬、哀れなものよ。争ってる場合ではない。これから星名殿に会い、服部一門の汚名を注いでみせる。それではあくまでも身に覚えのないことと申すのだな。いかにも。我が服部一門を陥れようとする陰謀に間違いはござらぬ。だがな半蔵、ただ知らぬ存ぜぬでは申し開きにならぬ。その方の一門の者を取り調べてみたいのだが、居所を教えてくれ。それはできぬ。だからこそ私自らこうして出向いてきたのだ。はい、分かった。いずれことの真偽が明らかになろうが、それまでは当吟味所にその方の身柄預かっておく。よいな。異存はない。服部半蔵なる大罪人、幕府の威信にかけても極刑に処さねばなるまい。ご同感。これはお取り潰しを逆恨みしての謀反でござる。いや、しかし本人はあくまでも罪状を否認しておりますが。甘い。したたかな忍びの者が白状するはずもない。私も半蔵は明らかに黒と思う。うん、疑う余地はない。いずれにせよ、服部半蔵及びその一党を矢に放っておくことは幕府にとっても極めて危険。禍根を断つためにもこの際思い切った処置を取ることが得策でございましょう。しからば半蔵は死罪、服部一門の者はことごとく根絶することにいたす。ご異存はあるまいな？賛成でござる。異存ございません。賛成でござる。異存ございません。星名殿はいかがかな？反対でござる。未だ十分なる戦議もいたさぬうちからかような断を下すことはいささか早計かと存じます。それに半蔵を刑に処したところでことがすべて落着というわけには参りますまい。と申されると？ことをしぐんだ黒幕がおろかず、堀田殿とそれがしを抹殺して幕政の実権を握らんとする者がもしやこの中にも。星名殿、言葉を慎まれよ。まあ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 、たわごとはほどほどに。星名殿お一人何かと異論がおありのようだが、
体制は決まり申した。ではこれにて散会。爆説法の術、いかに半蔵といえどこれを抜けることはできまい。どうしたの、おりんさん。すいません。それがさ、さっき記事の家行ったんだよね。そしたら大梅ちゃんが、ハンさん夕べから帰ってこないってんだよ。男って見かけによらないものよ、誰だって。私だって何度騙されたか。何度って、ちょっと姉さん、その都度男が違うのかい。もちろんよ。いやだね、ハンさんだって男だもん。一晩ぐらいはね。ひょっとして好きな人がいるのかもね。それ痛い。何すんのよ、痛いじゃない。ごめんなさい。今夜も居続けなのかね。そうかもね。さてお立ち会い、ご覧の通りこの切れ味、春は弥生落下の形、平野墓節は雪降りの形。ご覧の通りこの切れ味、この刀、こっちゃとこっちゃにこの釜の油をちょっと塗れば、白紙一枚容易に切れない。押しても切れない。引いたら切れた人は。いやこんなはずじゃなかったんだけど。参ったな、これ。誰かお薬持ってませんか。いや油を間違えた。いや切れ味よくするもんですから、初めから行こうな。ねえ、痛かないよ。どうして痛くねえんだよ。薬で眠らしてあるんだよ、神経をね。そういえば本当に痛くないですね。集まってくれたな。半蔵殿の処刑が明日に決まった。明日？京之助様、何とぞお指図を。大八、また新しい火薬を発明したな。
は待つだけ。厄介なことになったな。このままでは伊賀は滅びる。誰が一体こんな目に遭わせた敷地を。それが分かりゃ苦労はせんよ。俺たち伊賀を憎む甲賀の陰謀ではないのか。それを考えて奴らの手に落ちてみたが、今度ばかりは違うようだ。おそらくこの裏には天下を左右するような陰謀が隠されておる。うん、これからは狂変動乱が続くだろう。ハンサ、いよいよ俺たちの世の中が来たようだな。うん、戦わねばならん。伊賀一族のために生き延びるのだ。半蔵か。服部一門の頭として参上つかばずった。やはり来たか。来ると思っていた。濡れ衣を着せられたままでは収まらん。半蔵、わしはお前を信じておる。ならばなぜ死罪に。新将軍補佐役とは申せ、御三家幕閣の中にあってわしの立場はそう強くはない。孤立無援と言えるかもしれんのだ。わしも暗殺一味の正体を突き止め、事の真相を暴きたいのだ。どうだ半蔵、わしに手を貸さぬか。恩賞は望みのままだ。信用できぬ。何？星名殿も所詮は幕府の犬。親父のように裏切られるのはごめんだ。そうか。いやもうよい。その方ら食い詰め浪人同然に落ちぶれ果てた伊賀者には所詮手に負えぬ仕事であろう。断るのも無理からぬこと。どうやらわしは服部半蔵なる男を買いかぶりすぎていたようだな。さすが。よし、今度だけはその誘いに乗ってやろう。だがただ一つ条件がある。申せ。首謀者を突き止めた暁には服部一門の無実を天下に公表し、安全を保証すること。よし、約束しよう。しかと。影の者に連絡をしてくれ。はい。幕重臣どもの手持ちの忍びを洗い、御三家もだぞ。必ず挙動不審の忍びがいるはずだ。わかりました。不審の忍び、いまだになおも探りを頼む。探し物、未だ見当たらず。影の者、お騒ぎございます。手がかりをつかんだそうだな。
法外に金回りの良い浪人者がしばしば遊びに参ります。確かに忍法者と見受けましたが、何流の者とも私には分かりませぬ。ただ風呂に入りまする時にも、首からかけましたる金色の守り袋のようなものは肌身から離しません。金色の守り袋。はい、お頭様ならば一目で正体がお分かりかと存じまするほどに、今度その浪人者が遊びに参りましたならばご連絡いたしますゆえ、ぜひご見分を。うそ、どこぞ悪いのではないのか。お役に立てば本望でございます。金色の守り袋。赤旦那、お遊びの前にどうする。いや危ないの気がない、そんなこと言わない。お兄さんお帰りですか。お土産にどうでしょう。これ。はい、これどうですか。いらねえよ。受けねえな、怖いな。私が担いできたよ。相手の正体突き止めたか。逃げられた。頭、一刀両断に切られて即死だ。死んだ大沢を担ぎ込まれても俺にはどうしようもない。歩いたんだよ、二階から転げ落ちて。それでも立ち上がって歩いたんだ。即死だよ、歩けるはずがない。行さん、お沢は歩いたよ。人前に死骸を晒してはならぬという、忍者の魂を忘れずにな。お前は死んでいながら魂で歩いたんだ。敵は撃つ。ハンさん、小沢の残してくれた手がかり、金色の守り袋。暗殺者の正体を突き止める方法が一つある。いっそ星名殿を暗殺させてしまうのだ。そうすれば死亡者は必ず顔を出す。星名殿の死を確認のためにな。本当に星名様を殺させてしまうんですかい。そうだ、星名殿は殺される。だが星名殿は生きている。そしてハンさんの無実は証明される。んなことで引っ込んでも不可能ですよ。なるほど、面白い。不可能を可能にするのが俺たちの生きがい。よし、やろう。
べき様だ。お前らと同じように金が欲しい。だが俺の場合は3000両だ。誰が払ってくれる。大学様に。三宝流の守り袋ということは癖方眼。いや、早いとこ3000両欲しいんだ。親玉んとこ案内してくれよな。この男の仕事をいただいた。ご覧の通りだ。うん。誰がやってくれようと構わん。これでわしが筆頭老中並びに陽君の補佐役になれるのじゃからの。安倍重次じゃ。半蔵。わしが政権を手にした暁には服部家の再興を差し許し、六高も元通りの8000石を取らしてやるぞ。これからもわしの腹心としてせいぜい働いてくれ。阿部殿、暗殺の首謀者はあなたでしたな。おい、もう芝居終わったぜ。血しぶきの仕掛けはどうだった。鶏の血をふんだんに使ったんだが。うまくいきましたぜ。さすがに京さん、からくりの名人でさ。お前さんは変装の名人だよ。敵は撃ったぞ、おさわ。老中安倍重次が自邸で切腹したのはその明くる朝であった。先の将軍家光公への殉死と公表された。星名殿、なぜ安倍重次の罪を天下に公表せぬ。これでは約束が違う。こらえてくれ半蔵。今幕閣内での血みどろな抗争が明るみに出ると、公儀の威信は地に落ち、世情の動揺を招く。徳川家の安泰のため、それだけは何としても避けねばならぬ。これが祭りごとというものだ。すべて幕府のご都合次第か。勝手すぎる。いよいよもってうんざりだ。将軍家は未だ幼い。これからもどんな陰謀や動乱が起こるやも計り知れんのだ。半蔵、わしにはどうしてもお前の力が必要だ。わしの片腕となって働いてはくれぬか。飼い犬になれというのか。はっきりと言っておこう。私は誰の指図も受けぬ。影として、
影の思惑のままに動く。だから志相通ずれば、時としてあんたと手を組むこともあろう。また敵に回して争わねばならぬこともあろう。今私に言えるのはそれだけだ。では。あれが服部半蔵。うん、危険な男だ。いいな、奴に近づき動静を逐一知らせるのだ。そのような仕事、私には。お前にはできるはずだ。先代半蔵に切られた父の恨みを晴らすためにもやらねばならん。行け。行って半蔵の命をいつでも絶てるまでに慣れ親しむのだ。よいな。はい。いつか届けこう。I'm not afraid to die.